期待の日本人右腕がメジャーの舞台に立った。現地4月2日に行われた敵地でのマイアミマーリンズ戦に、今季からニューヨークメッツの一員となった千賀滉大が初先発登板。5回1、3、88球を投げ、被安打3、8奪三振、四死球3、失点1で降板。チームが5対1で勝利して、自身にメジャー初白星がついた。この試合で見せた、伝家の宝刀である、お化けフォークで多くの三振を奪うなどの大活躍。期待以上の活躍をしてみせた千賀には、チームの同僚や監督をはじめ、世界中のメディアから称賛の声が上がっている。今回は事の詳細とネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。デビュー登板で世界中に鮮烈なインパクトを与えた。メッツの千賀滉大が日本時間の3日、敵地ローンデポパークで行われたマーリンズとの一戦で先発マウンドに立ち、8三振を奪いながら5回1、3を88球、3四球3安打1失点に抑えた。チームは5対1で快勝し、自身もメジャー初登板で初勝利。2018年のエンゼルス、大谷翔平以来となる日本人投手の MLB デビュー戦勝利となった。初回の立ち上がりは連打を浴びていきなり失点し、その後も制球が定まらず、無四満塁のピンチを招いたが、ギアを引き上げて連続三振を奪うなど最少失点で切り抜けた。2回以降は完全に立ち直り、8つの三振をすべてウイニングショットのゴーストフォークで奪った。デビュー戦で初勝利を挙げ、幸先の良いスタートを切った千賀だが、次回登板へ、シーズンはこれから始まる。次はもっとスムーズに長いイニングを投げられるようにしたいというのが、降板してから一番最初に出てきた感想だった。そこをしっかりクリアしたいと思いますと表情を引き締めて意気込んでいた。メジャー初登板を見届けたジェレミー・ヘフナー投手コーチは、彼はえぐい球を投げる。ローテーションのトップで投げる能力を持っている。彼は年間を通じて我々にとって素晴らしい投手になってくれるだろう、と満足げな様子だった。メッツのバックショー・ウォルター監督も千賀の投球を、彼はいい仕事をした。誇りに思うよ、と称賛。その上で、この試合では千賀の立ち直る力を見ることができた。我々が獲得したいと思わせてくれた彼の一面をいろいろ見せてくれた、と修正力についても称賛した。マーリンズのジョーイ・メンドル遊撃手はショー・ウォルターの口癖を真似し、千賀のことを全評判通りの選手だったと脱帽していた。この結果にはアメリカのメディアからも絶賛の嵐が止まらない。この日の試合後、地元メディア、ニューヨークポスト電子版は、マーリンズも驚く滉大千賀の予測不能な武器こと題した記事を掲載。ローンデポパークのスコアボードオペレーターは、メッツの新たな先発滉大千賀が何を投げているのか半分も推測できなかったため、センターフィールドのスコアボードには、しばしば球種が不明、と奇妙に表示された、と試合中の不可思議な様子をリポートし、試合後にマーリンズの4番打者アビサイル・ガルシアが、千賀について、彼は将来、リーグで最高の選手になると思う、と称賛したことにも触れている。また、アメリカのスポーツ専門局の ESPN も同日に放送された、ベースボールトゥナイトの中で、メジャー初登板初勝利を飾った千賀の投球内容を振り返りつつ、メッツはトレジャー、宝物を手に入れたようだ、と評した。地元の、SNY のリポーターを務めたスティーブ・ゲルブス氏は、千賀は本当に素晴らしい投手だ。ノーアウト満塁でも慌てず騒がずで、ゴーストフォークを使って相手を終わらせた、と絶賛。そして、米メディア、ジ・アスレチックスなどに寄稿しているブレント・マグワイア記者は、千賀のフォークは馬鹿げてると称賛した。メッツの B 級放送局、SNY が、これはショータイムだと評した回答は、やはりフォークが抜群の効果を発揮。奪った全8三振が日本時代から磨きをかけてきた伝家の宝刀で挙げたもの。とりわけグリエルから奪った最初の三振は圧巻の一言で、落差33インチ、約83センチに加えて、9インチ、約22センチの横曲がりをしたのだ。一方、ピッチング忍者の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏も自身のツイッターで、この日の千賀の投球をピックアップ。千賀が初回無四満塁の場面でユリエス・キグリエルからゴーストフォークで空振り三振を奪った映像を添付し、千賀にとって MLB のキャリア初の奪三振と綴り、
打者を幻惑する球種の威力を激昇している。鮮烈なメジャーデビューを飾ることができた千賀、今後の活躍にさらなる注目が集まる。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。ごく普通の公立高校に通い、有名高校のエース並みに速い球を投げられはするけど、他は素人目には特に目立った点はなく、最後の県大会も3回戦負けの高校生。それが育成でプロ入りし、日本を代表する投手になり、ついにはメジャーリーグのマウンドで躍動する。まさにシンデレラストーリーですね。ついに日本の育成契約から這い上がった選手がメジャーリーガーとしてデビューという夢を実現しましたね。でもさすがに初回は緊張もあったんでしょうか。無視から失点してその後も連続四球というのは嫌な空気になりそうでしたが、三振も含めて落ち着いて追加点を許さなかったのは良かったですね。その後は千賀投手の良いところを見せられたのでは。いずれにしてもメジャー初登板初勝利おめでとう。戦前から評判の高かった元ソフトバンクホークスの千賀滉大選手がついにデビューを果たしました。結果論だけ言うと最高の結果でデビューを残してみせましたね。序盤はランナーを出してしまう展開が何度もありましたが、それでも得意とする見えないフォークボールを駆使して何度も三振を奪ってみせたのはすごかったです。メッツの監督や海外メディアも今回の千賀投手の活躍をとても評価しており、次の登板のすでに発表されています。千賀選手の期待が高い現れですね。ここから先について課題があるとすれば、千賀投手の年齢が高いためメジャーの過酷な環境で慣れるのか、そして怪我をしないかが課題です。ダルビッシュ有選手のように36歳のベテランになっても第一線で活躍をしている日本人投手もいますが、ダルビッシュ投手はアメリカでの生活が長いので何とかなると思いますが、千賀選手のように慣れていない環境で戦うこととなると苦戦する可能性はなくもないです。ただ上原浩二さんのような例もありますから、未来は何が起こるか分かりません。とにかく千賀選手には怪我だけは気をつけて頑張ってほしいです。